回ご紹介するのはハーモニカモニカーズ。メンバーの皆さんは毎月第2、第4週の水曜日と金曜日に吉地屋稲部店内にある北西道稲部音楽センターで活動しています。設立のきっかけは、ハーモニカの愛好者がですね5人ぐらいおりまして、その家庭の中で四日市から始まりました。それが桑名、稲部というふうに広がっていったんですね。そしてハーモニカモニカーズというのは、ハーモニカ、モニカーズの歯が抜けておるということで、ある程度年齢が達した方が多いもんですから、たとえ歯が抜けてまでもハーモニカを演奏しながら楽しもうという会であります。積極的にボランティア活動をしているメンバーの皆さん、主に定期演奏会が年に2回、それから幼稚園、その他のボランティアがですね、各月担当者が決められておりまして、そして養護施設とか老人の施設とか病院とかですね、そういう方向に皆さん求められるとね、やるようにしております。それぞれの時間と、それからボランティア団体のですね希望と一致するような方であれば喜んでいきたいと思ってますね。心からハーモニカを愛するメンバーの皆さん、その思いとは、皆さん同士がその場で楽しむと、人生を楽しむと、ハーモニカを通じて楽しむと、この一点がですね。演奏依頼などハーモニカモニカーズへのお問い合わせはご覧の通りです。吉地屋稲部店の北西道教室で皆楽しく吹いております。ぜひご参加ください。来てね。